ポケモンセンター札幌にも行ってきました。去年も来たんですけど、場所が移転してましたね。本当にね、ボケセンのぬいぐるみって作りが細かくて、実際のですねゲームとかにね近いデザインになってるのかな、ということで大好きなゲンガー発見しました。これはねちょっと連れて帰りたいので、ちょっとねどの子をね連れて帰るか、これからねちょっと吟味したいと思います。ぬいぐるみってなんか同じように見えてちょっと違ったりするじゃないですか。結構このねファーストコンタクトって重要ですよね。うん、ということで君に決めた。はい、ということで自宅に戻ってまいりました。いやね、ちょっとね、当初の予定ではね、まあ、おしゃれなブログ風にこうね北海道のね、まあ、旅動画みたいなのを作ろうと思ってたんですけど、実はですね私前日徹夜して北海道行って、もうねそのね北海道動き回るスタミナがなくなってしまったのでまあね後半はねこの自宅でちょっとね北海道で買ったものとかを紹介しながら雑談していきたいと思います。ということでまずはですねポケセンでゲットしたものですね。はい、まあこのねサンダースの何冠っていうの、なんかこれはね、まあ、ポケセンのお姉さんからもらったんですけど、多分ね今こうブイズがピックアップされてるグッズがいっぱい出てるんですよ。なので多分ねいろんな種類のこのブイズの冠配ってたんだと思います。はい、ということで私の大好きなゲンガー、いやこのねこの顔のぬいぐるみ欲しかったんですよ。なんかねちょっとわかる、なんかあのレトロ調っていうか普段のゲンガーとちょっと違う顔してるんですよ。このゲンガー欲しかったんです。はい、そしてもう一つこちらポーチをね買いました。結構ね出張とかね旅先に出るとモバイルバッテリーとかケーブルとかいろいろ持ち歩くんですよ。なのでこのポーチのどこがいいかっていうと、この結構ね中にね小さなポケットがいっぱいついてて、例えばモバイルバッテリーと携帯の充電器 SD カードとかね、そういうのを細かくね入れられるようになっています。まあ、よく見るとこうねポケモンのキャラクターがうっすらとねこうデザインされてる。まあ遠巻きに見たらわかんないよね、なんかレスポのポーチみたいな感じですよね。はい、ということで以上がですねポケセンでゲットしたものなんですけど、私今回のねこのね北海道旅行じゃない出張でね、ちょっとこれ撮っていい北海道出張でなんか一番ねこれはやべえものを買ってしまった、いい意味でねって思ったのがこちらです。こちらGoPro のね、なんだろうな、なんていうの、撮影用アジャスター、なんていうかわかんない、ごめんね、ガジェット詳しくないから、なんかね、自撮り棒みたいなやつなんですよ。こんな風にね、携帯変化できて、この先にですね、まあこうやって GoPro をね、つけるんですけど、まあつけ方もね、GoPro 結構簡単なんですよね。こう、ここにこう、はめ込んで、このネジでね、キュキュッと止めるだけで、例えばこれでこう、撮りながらね、こう、どうも皆さんこんばんは、ご飯です、今日はどこどこに来てますっていう撮影ができたりだとか、まあもちろん自撮りだけじゃなくてこう持った状態でこう風景を撮ったりだとかで、すごい感動したのがここね、ここ底の部分をグッて外すと、これね三脚が入ってるの。これほら三脚になるのね。でこの三脚をこの下につけるとこのままねこう置いて、私出張先のホテルとかでガチャ動画とか撮るじゃん、このまま撮れたりだとか、例えばこの長さがいらないよって時に
ここをね外すとここもねボウプロに直接つけられるようになってて、こんな風になんだろうな、手元のものとか撮るときにこれぐらいの低い位置で撮れたりとか、まあ自分のね書店の棚とかね、なんかちょっと台を置いてこう高さも調節できるってものになってます。結構ね私出張行ったりだとか、実家もね遠方なんで、自宅に戻った際とかに今まで結構機材を持ち歩いてたのね。私ね今までね持ち歩いてたこのノートパソコンがね、結構何年か前に買ったこのねゲーミングノート Windows のやつで、結構重いんですよ。で結構あのガチャ動画とか撮ってたのもハンディを持ち歩いて、この Windows のパソコンでしょ、でこのゲームキャプチャーとか、なんかこのパソコンのアダプターとか、なんか iPhone キャプチャーするには HDMI ケーブルとこの iPhone をキャプチャーする、なんて言うんだろう、この変換キットみたいなのもすごい重いの量だったの。あとこれプラスビデオカメラね。でゴールデンウィーク実家帰った時にこのね Windows のノートで編集してたら、やっぱりね何年か前のパソコンだからカクカクで重かったので、あのこの際ですね出張にねパソコンを買い替えたんですよ。こちら MacBook Pro の13インチ、もう本当に出張に軽いものを選んで、すごく軽いんですけど、 Mac のいいところって、あの iPhone とかスマホキャプチャーするときにケーブル1本でいいんですね。でプラス今回この GoPro とこのねどこでも三脚で良くなったので、あのまあこれプラスあの充電ケーブルとか必要ですけど、だいぶね荷物が軽減されて嬉しいという話なんだけど別にそんな視聴者さん興味ないかもしんないけどね、荷物が減って嬉しいよっていう話ね。さあではでは、私が UFO キャッチャーで一発ゲットしたこの謎のね、あのモバイルバッテリーやパソコンですぐ涼しい USB フレキシブルファンをねちょっと使ってみようと思います。これね初めて見たんだけど、多分これからねあのこれどうやって開けた、夏になるから多分結構活躍してくれると思うんだよね。はい、これね、あ USB に挿せるようになってんだ。でこっちがここにファンを挿すと、でこれをこういうモバイルバッテリーとかに多分挿せば回るはず。おっ、あほら見て、いいじゃんこれ、ほら向きも変えられるしさ、目立つけどね目立つけどね。私だからこれパソコンでこうで新幹線とか飛行機で動画編集しながら、このモバイルバッテリーをこうテーブルの上にこう置いとくわけですよ涼しいみたいな使うのかな。でもこれ面白いね、うん、これもね持ち歩こうと思います。で北海道でね買ってきたもの、うん、なんかね肩がねめっちゃ痛くて、なんかこの肩が痛い理由もなんか泊まったホテルにスパがついてたんですよ。でジェットバスね、こう水がバーっていう勢いで吹き出してくるやつがあって、肩凝ってたんで肩をね結構ゼロ距離でそのジェットバスに肩甲骨のとこグリグリって当ててたのよ。多分ねそれのね揉み返しが来ててね、今めっちゃ痛い、逆に痛いで北海道で買ったものね、買ったもの、はい、こちら焼きそば弁当、これは買ってくるでしょう。まあね結構ねみんな知ってると思うけど、この焼きそば弁当の特徴はまあインスタントの即席焼きそばなんですけど、この湯切りするときにこう焼きそばってこうお湯捨てるじゃん、このお湯でスープを作るんですよ。中にねこのスープの素みたいなのが入ってて、それを例えばコップとかに入れてこうじゃーっと湯切りのね湯切りのお湯でスープを作る。なんかねそのスープがねこのね麺のね、なんか焼きそばインスタントの焼きそばって麺がこうホクッとした味するじゃん、ホクってわかる、なんかホワッとした味するじゃん、それを煮出したスープみたいなので作るあのこの中華スープなんだけど、すごくそれがね私好きで、はい、焼きそば弁当ね私あの世にあるあのインスタント焼きそばの中で一番好きです、買ってきました。でこれねバター麺、これ私好物なんですよ。結構ねなんか多分昔からずっとこのパッケージだよね、多分2、30年このパッケージなんじゃないかな。私ね高校の修学旅行が北海道だったんだけど、なんかその時ねこの牛のパッケージのやつ、なんか狐のパッケージのやつがあったね、うん、このなんかねなんか布っぽい素材のものに入ってて、あこれはなんだ、おきくるみかな、キムカフェかなバター飴好きなんで買ってきました。でこれなんかねこれパッケージ変わってて、なんかねいろんな種類があってびっくりしたんだけど、トウキビチョコっていうなんかちょっと
クランチ風っていうのチョコなんだけど、私本当にこのトゲビチョコが好きで、ね、あと北海道のお土産って私のね好みのものが多くて、トウキビチョコのプレミアムっていうやつで、なんかね5種類ぐらい味があって、こう試食みたいなのがあったんで食べ比べしてたんですけど、このプレミアムはこう裏に説明が書いてるんだけど、まあ、豊かな大地で黄金色に実ったトウキビを厳選した上質なホワイトチョコレートでコーティング、トウキビ本来の風味を生かすためにホワイトチョコレートの甘さを控え、さらにローストしたヘーゼルナッツをプラスして香ばしさを引き立てました。大地の恵みに愛情をたっぷりと注ぎ、さらに美味しくなったトウキビチョコプレミアムをお試しくださいって書いてるんだけど、そうヘーゼルナッツがね入ってるの、ナッツ好きだからね、このトウキビチョコプレミアム買ってきました、自分用です。でこれおかきね、おかきじゃがいもコロコロっていうね、私初めて見たんだけど、食べてみたらすごい美味しくて、まあこの一口サイズにコロコロしたおかきなんだけど、このね山わさび味のポイントは、ちょっとわさびのピリッと辛いね味はするんだけど、この昆布が入ってるの、昆布が、この昆布美味しくない、おかきに入ってる昆布だから、あのお酒のつまみとかにいいかなと思ってね、こちらの買ってきました、じゃがいもコロコロ。でこれ最後、はいこちらですね、トカチポップコーン、これ多分ね、なんだろうな、電子レンジ専用って書いてるから、なんかねビニール袋から取り出して、このね電子レンジに入れると多分ポップコーンができるって、まあちょっと遊び心のねあるものなんですけど、まあこれもねつまみばっかじゃないかってつまみにいいかなと思ってトカチポップコーン買ってきました。はい、ということで今回はですね、オセロニアのねネカフェイベントでね北海道行ってきたので、まあ北海道のねあったこととか様子をね取りだめてこようと思ったんですが、大半雑談になってしまいましたね。はい、またねこれからねいろいろまた全国のねネカフェとか宴とかも回っていくので、まあ時間があったらね、このそのご当地のねものとか風景をね撮っていこうかなと思っております。はい、ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。